ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ということでジムに挑んでいこうか。さてさて、今回はどんな感じかしら。ジムチャレンジャーの方、挑戦なさいますか？もちろん。かわいいね、それ。ユニフォーム。それでは、更衣室でユニフォームにお着替えください。ミッションというよりは、あなたの資質を試す大事な試験ですからね。ほう。今回のここの、ミッションは一体。ユニフォーム、よくお似合いですよ。では、リラックスしていてみなさい。了解です。中も可愛い感じなんかな。え、なんか全然思っとったのと違う。え、いきなりリーダーおるんやけど、どうした？何何？おいでなさったね、ピンク不足のジムチャレンジャー。ジムミッションだけどね、私も後継者が欲しくて、新しいジムリーダーオーディションも兼ねているのさ。え？もしかしたら私がジムリーダーになるかも。なーに、簡単さ。勝負をしつつ、みんなが出題するクイズに答えるだけ。ただし間違えると戦っているポケモンの能力が下がる。もちろん正解すれば能力も上がるからね。クイズ。まあフェアリータイプポケモンの不思議な力さ。さあ、あんたの本気じっくり見させてもらうよ。私ポケモンについてのクイズとかわからないけど。圧倒的な知識不足である。どういう感じなんだろうか。それではジムミッションです。上手に戦ってください。どうしたアユナ。ほう、頑張ってきます。こういう感じ？ステージの上。なるほどね。さてさて、フェアリータイプのジムリーダーにふさわしいか、オーディションを始めましょう。ほい。でも一応戦闘なの。ジムトレーナーのコトが勝負を仕掛けてきた。若いんかと思ったら、お年寄りなのね。マダムって感じ。シュシュップ、かわいい。言っておる石炭山、ごめんね、ごっつくて。ピンク不足って言われたけど。途中に、フェアリータイプの弱点は？というクイズが出されるというちょっと変わった戦法。選択肢は二択で鋼、毒というもの。アユナは迷った挙句鋼を選ぶが、どちらとも正解というサービス問題だった。揺るがぬ実力を持っていれば正解不正解関係なしね。そうなの？なんでそんなにキメキメなのか知らないけど。負けたのに。なるほど。ポプラさんがどう思うか分かりませんが、私はまあまあ気に入りました。お、気に入ってくれた。ありがとう。よかった。それならよかったよ。なんか芸術的な背景やね。お、またしても。二人目です。先ほどの質問の結果は気にせず、どんどん進めましょう。ふんふん。ジムトレーナーのチオが勝負を仕掛けてきた。気にせずっていうことは、一回一回その効果、ん？その効果は一回一回しか効かんってことかな。この特攻が上がるだのなんだのっていうのは。クローンかと思うぐらい、さっきのおばあちゃんと同じ顔をしたトレーナーからの問題は、一戦目のトレーナーの名前は？という質問、難なく正解してクリアするのだった。ジムトレーナーのチオとの勝負に勝った。注意深く、用心深く、生き残るのは大事なことですよ。みんなキメキメや。おお、ドガース進化。またドガースになる？おや、ドガースの様子が。やったやん。さらに強力になる。お？なんか思っとった感じと違う。おめでとう、ドガースはまたドガースに進化した。あれ？さっきの普通のドガースじゃなかったん？ガラルのがドガースってこと？なんか列車みたいになった。マタドガスのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。マタドガス毒ガスポケモン、ガラルの、ガラ、やっぱガラルなんや。え、さっき普通のドガスとなんか違った？あれ、毒とフェアリー兼ね取るよ。え、フェアリー？マジで？大気の汚い成分を吸収し、綺麗な空気を糞の代わりに吐き出している。しかもほら、空気浄化してくれるやん、マタドガス。マジか。でも毒も入っとんよね。ダブルアタックを覚えたい。ダブルアタックは何？ノーマル系の技？ノーマルやね。尻尾などを使い相手を叩いて攻撃する。2回連続でダメージを与える。どこに尻尾があるんだ、どこに。いや、いらない。いらないよ。上の煙突みたいなの使うんかな。正解は正解気にせずどんどん進めましょう。今のところ2問とも正解1人よ。
チョコプラさんの反応が欲しいよね。とか全員同じなんや。男の人はおらんのやね。お次は私。新たなフェアリータイプのジムリーダーになれるかもね。もう最初からそれ言っちゃう。自分負けますって言うみたいな感じやん。ジムトレーナーのタチが勝負を仕掛けてきた。タチさん。なんどういうポケモン？なんか、すごい悪魔っぽい感じのポケモンになったけど、急に。フェアリーらしさがない。もう、絶対、どこかの怪しい研究室で作られたであろう、3体目のクローンおばあちゃん。クイズの問題は、私が毎朝食べているメニューは何？というふざけた問題。自分が食べたそうな方を適当に選んだら、偶然正解だった。余談になりますが、マタドガスが瀕死になりました。強いトレーナーを演じるのよ。人生は慣れきったもん勝ちなの。あ、それでそういう感じな。なるほどね。お、青ガラスも。進化ら進化だ。おや、青ガラスの様子が。ここも3段階目ってことか。これで最終形態？どんな感じ？あ、この子、あれやん。おめでとう、青ガラスはアーマーガーに進化した。ほら、エンジンシティにおったやつやんね。なるほど。最終形態がアーマーガーなんや。カラスポケモン。ガラル地方の空では敵なし、黒光りする鋼の姿は相手を威圧し恐れさせる。かっこいい。めっちゃ鎧って感じやねん。アーマーガーは新しく鋼の翼を覚えたい。お、いいやん、鋼の翼。それは普通に。あ、ほら、レベルが上がったことによって、鋼の技も覚えたし、これで、フェアリータイプに対抗していけるんじゃないの。対抗していけるんじゃないの。いいやん、いいやん。どうしよっかな。ついばむ忘れよっか。さあ、じゃあ、次の。まあ、多分次、リーダーやろ。リーダーにはアーマーガーをぶつけていこう。よし。まあ、トドガスもちょっと倒れちゃったし。ジムチャレンジなのにオーディション。ポプラ様にも困ったものですよ。神々である。まあね。そして私が勝ち上がってきたよ。ん？何何？退場？一旦退場するの？あ、そっかそっか、向こうに行かんといかんのか。やっぱり、フェアリータイプには、毒のマタドガスが必要ということで回復。これで、リーダー制に臨めばいいんじゃない？ジムミッション見事クリアなされましたね。あ、ごめん、無視しとった。さて、ジムリーダーはどんなジャッジを下すのでしょう。アイラさん、続けてジムリーダーに挑まれますか？はい、もちろん。ではお進みください。ジムリーダーによろしくです。よろしくです。おいし、頑張っていこう。なんか今振り向こうとした。どんなポケモン使ってくるんかな。まあフェアリータイプなんやろうけど、すごい格好やね。ジブリとかに出てきそうじゃない。今更だけど名乗るかね。ジムリーダーのポプラさ、クイズに答えたあんたのリアクションを見させてもらってよ。最後の試験は私。相棒のポケモンどんな振る舞いをさせるのか、ちょいと見せておくれよ。どんな振る舞いと言っても、ね。バシバシ決めさせていただくよ。あ、もうなんかスタジアムの雰囲気かわいいな。いいね、いいね。ジムリーダーのポプラが勝負を仕掛けてきた。え、またドガス？またロガス使ってくるんですけど。どうした？ピンク要素はどこに？え？なになになに？怖いんだけど。え？誰が、鋼が効くのか。アーマーガーで行く？とりあえずアーマーガー出して、ここを巨大化させよっか。ちょっといきなりびっくりしたんやけど。めっちゃびっくりしたんやけど。問題。あんた、私のあだ名知ってるかい？魔法使い、魔術師。見た目的に魔術師っぽいけど、
てか魔女っぽいけど、どうなんやろ、魔術師魔術師。ピンポン、お見事正解だよ。お、合ってた、よかった。アーマーガーの素早さがぐーんと上がった。このまま戦っていこっかな。とりあえず鋼の翼いけ。お、いいぞいいぞ、効果抜群。ちょっと待って、その顔して、妖精の風とかそんな可愛い技使わないでくれる。ん、回復した、気のせい。はい、鋼の翼よし、効果抜群。あれでもまたロガス鋼も兼ねてなかったっけ、あれ気のせいかな気のせいかな。クチートを繰り出そうと。クチート、え、ま、全然フェアリーじゃなくない、どうしたえ、どうした、クチートは何が効くんやっけ、格闘、炎、なんかそのあたりじゃなかった、あれちょっと待って、え、なんか予想と全然違うんやけど、どうした、ジムリーダーだけ可愛いポケモンを全く使ってこないぞ。いや、私的にはクチート可愛いとは思うけど、なんかこうふわふわした感じじゃないやんなんか違うやん。いろいろと予想と違う。どうしよう、とりあえず炎からいこうかな。火炎ボールいけ。おーっと、一発、あ、効果抜群、よかった、炎の方やったんやねお、エースバーンレベル44、デスマスレベル39、ここももうちょっとで40いくね。石炭山レベル41、カメテテレベル33。私のポケモン全体的に可愛くないけどね。もっと自分のポケモンを大事にしてあげてください。トゲキス、やっと可愛いの出てきた。ってことはそこはあれやん、アーマーガーで行こう。トゲキス、トゲキスって何、トゲチックじゃなくていや普通に聞きよったけど、え、トゲチックよね、トゲピーの進化系って。トゲキス、え、でもトゲピーから進化しそうな感じ。え、もしかしてトゲ、え、ん、トゲピー、トゲチック、トゲキスってこと。うわ、2問目きた。私の好きな色はピンクじゃないの。人には求めるが私はそうじゃないよ。紫が好きなの。なぜ人には求めるよくわからない。え、トゲピー3段階あるの、進化初めて知ったんですけどえ、ガラルからってこと、前から、わからねえ。鋼の翼、とりあえずフェアリータイプっぽいね。使ってくる技はめっちゃ岩タイプやけどいけいけ。なんかマンタみたい、ちょっと飛行機みたいな感じでもあるかも。おー、魔法イップ多分最後よね。よし、このまんま行くよ。私、眠気覚ましのモーニングティー、ようやく聞いてきたようだよ。魔法イップってあれやない、なんか、あー、ほら、この子、この子、なんかこの子さ、色、なんか何、このソードシールドから初めて出てきたポケモンらしいけど、あの、ダイマックスしていこう、ダイマックスで、ダイスチル。あの、色、進化の条件によって色がすごい変わるらしくって、なんか全部で40種類おるかなんかって話題になってたよね。マホミル、マホミルになんか飴細工を渡して主人公がくるくる回ったら進化するらしいんやけど、レベル関係なく進化するのかな。腹をくくったい、ちょいと試した楽しませてもらうよ。海岸した、海岸、怖いよ。あ、なんか姿が違う、変わった、かわいい、ウェディングケーキやんめっちゃかわいいんやけど。いいね、いいね。しかし容赦なく大スチル。おお、ほぼ一発でいけるんじゃね。次、あんたらに足りないピンク、私らがプレゼントしてやるよ。なになになに、巨大大炎、あ、やる、おお、ギリギリ耐えた、ギリギリ耐えた。しかし次、まあ、回復、マジか、
他の技でもいけるかと思ったけど、大スチルで、きっちりとどめを刺していこう。おっしゃ、いったー。効果抜群。ふぅかわいい魔法イップ。私も欲しい。アーマーがはレベル40に上がった。いいぞいいぞ。ふぅ、お疲れ様。ジムリーダーのポプラとの勝負に勝った。やったね。おーっと、杖。杖というか、傘か。ピンクは足りないけれど、あんたらいいトレーナーとポケモンだよ。ピンクはやっぱり足りないのね。まあ、あれか、首から上はあの人圧倒的に紫要素が多いんかな。体はちゃんとピンクもあるけど。はい、お疲れ様。なるほどね、悪くはない。だけどオーディションは不合格。私のメガネにはかなわないね。ああ、気にしないでおくれ。私の好みの問題さ。どういうこと？ジムリーダー他に探すさ。なーに、心当たりはあるんでね。結果は残念だったけどね。記念にフェアリーバッジをあげるよ。何、何が気に入らなかったんだ。最初のトレーナーには気に入られたよ、私。あ、かわいい、ちょっと。いいね。あ、これでちょっと半分埋まったんかな。丸の。レベル45までのポケモンを捕まえられるようになった。ほら、わざましいも、記念に持っていきな。ドレインキッス。ドレインキッス普通に覚えてる子おったよね。確か。キッスによって相手から HP を吸い取る。与えたダメージの半分以上 HP を回復する。こっちは記念参加だ。記念参加。参加記念だ。ピンクのユニフォーム着てごらんよ。アユナはフェアリーセットを手に入れた。なんかこれね、どうやって切り替えるんかなって思いよったけど、ユニフォーム普段しか着れんみたいやね。普段の着替えの時。なんかこの公式戦というかジムリーダー戦では、この制服じゃないといけんらしい。年寄りを軽んじるのはもちろん良くないけどさ、年寄りが出しゃばっている世界も良くないからね。だからそろそろ引退ということか。ポプラさんから技マシンをもらわれましたよね。次のジムはキルクスタウンになりますね。ん？キルクスタウン。どういう感じのポケモンがおるんやろ。フェアリーが効くってことかな？今の言い方。違うんかな？関係ない。めっちゃ強い人だった。ありがとう。分かってくれた？ポプラさんのクイズの正解は、1問目魔術師、2問目パープル、3問目16歳でした。女心は難しいですね。3問目って何？ 3 問目なんかあった？なかったことない。何16歳って。問題が気になります。チャンピオンでもポプラさんのオーディションに受からないのか。チャンピオンではないよ、私。ポプラさんのクイズ、あれは無理と思わないか？あんた大したもんだよ。ありがとう。プキープ。あれ、あの女の子話してないよね、私。EV。ますます話題になっちゃうね。ありがとう、嬉しい。あなた、ガラルで捕まえたデスマスをお持ちになって。よろしければ私が海外で捕まえたデスマスと交換してくださる？海外？いいけど。デスマス。だいぶ育ててきたんだけど、デスマス。弱くなるかな？お選びになったデスマスでよろしいんですね。海外っていうのはどこだい？デスマスをイブへ送ります。アローラとかそういうことかな。なんか微妙。うん？何あれ、お腹になんかイブからカーメンが送られてきた。スタンカーメン的な意味。お腹になんか顔がついとる。ふふ、素敵な交換でしたね。ってことは、このデスマスもガラルの姿やったってことなんかな。私が捕まえたとっても珍しいデスマス。お行儀よくしていて。てか、レベルはどうなったよ。あ、でも、まあ、4つぐらいか、さは。じゃあ、全然。これはどこの姿とか別にないんやね。じゃあ、まあ。初めて出てきた時の場所のデスマスってことかな。普通に。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。
クイズ3問目の16歳がちょっとよくわからんねえけど、本当はもっとクイズがあったけど、その前に倒してしまったってことかな。